明してる時の顔がうざいっていう。なんと今日はシャコタンのウニ丼ドライブです。いやー、ついに何年ぶり ?7 年ぶりぐらい。結婚前だよね。結婚前、付き合った年に1回来てウニ丼食べたのが最後だよね。7年ぶりの、あ、ここじゃないけど食べたの。そうだ、え、懐かしい。富士寿司ってところで食べた。北海道は、北海道はっていうか、ウニが6月から8月が時期で、その中でもやっぱり北海道の中でもシャコタンのウニがめちゃくちゃうまいと有名なんだよね。ここで取れたウニは町外に出ず、この町でほぼ消費されちゃうの。え、なんで知ってんのそんなこと。だからみんなわざわざここに食べてこないと最上級のウニは食べられない。札幌でも食べれないらしい。マジ？え、知らんかった。先ほどリサーチしました。シャコタン産ウニってあんま売ってないでしょ、スーパーで。まあ、さっき仕入れた情報なんで。で、私たちは7年ぐらい前にその初めての遠出デートみたいな感じで来たことがあるんですが、まあ、何年も来てなくて、まあ、何せ高いのよ。高い。一番高いよね、海鮮丼の中でさ。で、平気で、まあ、そのウニの種類にもよるんだけど、安くても、安いウニでも3000円、高いウニだともう5、6000円するんだよね、はい、で、私たちが前回食べたのはもちろん安い方なんだけど、だからまあそんな頻繁に来れるような感覚ではないんだけど、まあでも北海道民でもさ、1年に1回の贅沢みたいな感じで、この時期には必ずシャコタンに行ってウニ丼食べる人とか結構いるんだよね、うん、私の職場のその上司の人とかも今年ウニ丼行ったみたいな感じで、なんかもう毎年の行事みたいに言ってて、夕張メロンみたいな。そう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 。え、毎年行ってるんですかみたいなさ、たらいやー1年に1回の贅沢でしょあれはみたいな言ってて、まあ、それぐらいのね、北海道民でも好むウニの町なんですが、今日は久々に贅沢をしようということでやってきました。ネットでウニ丼シャコタンで調べたら出てくる2大トップのウニ丼のお店があるのよ。、うん、その2つはもう朝7時から並んでるんだよね。やばいっしょ。で、その2大おいしあの有名なウニ丼のうちのその中村っていう方が今日定休日なの、うん、行けなくて、今日三崎、そのもう一つの今三崎ってとこに向かってるんだけど、今もうお昋なんだよね、12時半。そう、ちょっと寝坊して遅くなった。いつもとりあえず向かってるけど、まあもうないかもしれなくて、はい、なかったらなかったで、まあウニ丼のウニのお店自体はめちゃくちゃあるんだよね。だからまあどこでもいいから、うん、食べたいね。選んで入ろうということになっております。楽しみです。楽しみ。並んでる。うっそ。あ、でもやっぱ売り切れてないんだ。マジ？どうする？すんごい遠くまで駐車場があるんだ。並ぶ？何分待ちなら並ぶ？いや、並ばない。並ばない。もうお腹空いた。さっきのあの生ウニって書いてたところにする？そうだね。うん。結構混んでたよね、あそこもね。なんか混んでそうだったよね。すごいわ。え、軽く50台ぐらいは車あるんじゃない？マジ？やば。2台人気の片方が今日休みだから結構あそこに集結しちゃってんだと思う。すごいわ、ウニ丼。
丼の人気。ここに住みました。到着です。大島、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 島連れてくるか。島、大島です。行ってみよう。それだったらさ、これの方がいい。あ、これの方がいい。うん、あ、いいじゃん、いいじゃん。やばいよ、来ました。1時間くらい待ったかな。中で座って待つスタイルだったからよかったね。もうここぐらいまで来てる。で、何が欲？欲。美しい。結局その白いウニと赤いウニがあって、うん、赤の方が高級なんだけど、うん、今日は赤はないってことで白い方にしました。席チェンジ。でこれ3400円なんだけど、ウニ丼だけだと思ったらこんな立派な花咲ガニ。花咲ガニ、これ花咲じゃないでしょ。何、渡りガニ。あ、多分、うん、そうだと思う。ちょっと曖昧ですが、うん、カニの大きい汁物までついてた。食べて食べて。いただきます。やばい、7年ぶり。ちょっとウニだけ行くわ。うん、素晴らしい。最高。よかった。いただきます。やばいね。甘い。うまいね。何の臭みもない。うん、ウニ苦手だと思ってる人たまに言うじゃん。食べてみてほしい。ね、確かに。ウニだけ。あんま。ね。ちょっと今度さ、泊まりで来てビールと一緒に食べたくなる。私今ノンアルビール頼みかけたもん。あんの？うん、ある。頼む。どうした、シモ。どうした、脱水？熱中症？シマ、車の中に置き去りにしてたらこんなになって、呼吸荒くなってんの、うん、おお、お、蘇った、蘇った。ああ、よかったよかった。かわいそうに、熱くなって。じゃあ、行きますか。行きましょう、カメ岬で。到着したんですけど、ちょっと事件が発生しておりまして、いきなり給油ランプついて見るの忘れてたんだよね。うちよくあるよね。あるね。でも残り1個になって、うん、やばくないって言って、うん、で結構この辺って田舎の方だから、うん、ちょっと不安になって、不安になって一番近いガソリンスタンドに電話かけたら出なくて、出なくて2番目に近いところかけたら出なくて、出なくてやばいやばいってなって3件目かけてやっと繋がったんだけど、うん、結構ギリギリ、あと30キロぐらい走れるっていうのでそこが20何キロ先みたいな感じで、うん、多分大丈夫だけど、多分大丈夫だ、ちょっとヒヤヒヤしたっていう話。やれやれ、何年車乗ってるんだか。しかもあんたたちキャンパーでしょ。
田舎いっぱい行ってるのになんで早めに給油しないの。そうだよね。なんかあのタラレバのドラマみたいなのあったよ。タラとレバ、うん、確かに。まったく。はい、着きました。カムイ岬。その昔源の義経が逃げてきたんだよね。本州の方から。下調べ、今日下調べ半端ないよ。義経に惚れてた女の人がいたんだけど、うん、その女の人が義経を追いかけてここまでやってきたのね。はいはい、義経はもう人から逃れるために亀井岬の一番端っこまで行ったんです、うん、でその女の人も後を追ってきたんだけど、うん、もうその時には義経は船で島を渡っていなくて、うん、でその女の人がもう自暴自棄になってここで飛び降りて自殺した、でそれがそのまま岩になったって言われてて、でその女の人のたたりからこの港からこう出発する船がことごとく沈没したんだよね。だからそこからもう女は入れないようにしようって言って、うんうんうん、女人禁制。そういう意味なんだ。の岬になったのさ。前回来た時さ、え、なんでっていう話になったけど、特に調べず終わったんだよね。そういうことなんですよ。すごいね、リサーチ。だからここの岬に入る入り口の門があって、うん、そこに女の人禁止、入れません書いてあるんだけど、それはまあ昔の門で、言い伝えみたいな。今はもちろん入れます。素晴らしい、有益。初めて有益だったんじゃない。本当だ、女人禁制の門。ほんまや。でこちらがそのチャレンカの小道と言いますよ。そのチャレンカっていうのがその女の人の名前ね。うざいな、なんか今日うざいな。そのチャレンカが岩になったと言われてるのがあのカムイですね。あ、これロウソク岩じゃないんだ、カムイ岩なんだ、うん、腹立つな。やっぱり学びもないとね、ひぬま夫婦の動画。学びゼロですからね。ただかいくって、うん、酔っ払って寝てるだけでは見てくれている小学生、中学生たちに何も伝えられませんから、うん、ちゃんとこういうスポットに来たらなぜなんでしょうっていうのを調べました、はいはい、せめて北海道の社会科の知識ぐらいは、うん、まあつけておきましょう。そう、今回から始めた活動でございます。これはもう第2回が開催されるかどうかは分かりません。まあ、ただ説明してる時の顔がうざいっていう難点はあるんですけども、どうやってたな、今もどうやってんだ。なんかすごい綺麗になったね、ここ。あ、本当だ。あら、もともと綺麗ではあったけど、こんなに綺麗だったっけっていう、うん、今入り口のところに着いたけど、あれ、ガイドさん。ガイドさんもう疲れてる。ここから一番端っこまで行くのに20分。まあまあかかる。でもいい散歩コースだよね。ちょっと行ってみよう。行ってみよう。噂の女人禁制の地、カムイ岬。やばい、これやばいって。これ世界遺産だろ。何遺産でもないのかな、ここって。ねえ、撮ってないのかな、なんか。見てください、これがシャコタンブル。綺麗だね。時間帯によって色が変わるのやっぱりね。なんで急に語りたくなるの、あんたまで。そこすごい、ね、泳ぎたいな、そこ。うわー、帰ってくる人全員こんなんだった。そうそうそう、白目向いてたよ。そんなきついのと思ったら、うん、めっちゃきつかった。なんか喉乾いた。アイス食べよう。アイスね。なんかシャコタンブルーのアイスあるんだけど、どうする。いや、ノーマルがいい。挑戦しない派、する派。いやしない派だったんだけど、去年ラベンダーアイス食べてめっちゃうまかったからさ。
そういうパターンね。 まずいってことないでしょ、だって。いや、ないでしょ、うん、だからやってみると思ったけど。まあいいよ。あれ、アイスじゃないの？終わってた。マジ？今日はなし。この辺にないよ、多分ソフトクリームは。そうか。ということで、ショコタンブルーラムネ。あ、いいか。見たい。ちゃんと外でやった方がいいんじゃない？これこぼれないようにすることってできるの？できないんじゃない？え、でも振ってなかったらこぼれないのかと思ってた私。難しいね。おいしいおいしいおいしい。ちゃんと地図書いてる、シャコタン半島。夏だね、ラムネ。あうまっ。見えた、シャコタンブルー。あ、見えた。いや、今日ラムネでよかったよ、キン。なんかソフトクリーム水分を奪われるか。うん、なんか今脱水だったから、うん、こっちの方がすっきり。あうまいうまい。よかった。帰れます、札幌に。帰れます。なんでだろうね、なんかここ目に入んないんだよね。わかる。シャコタンついたら入れた方がいいなと思ったんだけど。助かりました。はい、ということで無事ガソリンも間に合いまして帰ります。今日は久々のドライブ動画でした。ソフトクリームはなしです。なしです。次はまだ見て洞爺湖かな。いや、ウニ丼美味しかったね。いいわ、久々に絶景も見れて、なんかいい。ドライブもやっぱりいい。島も夏バテから回復したようです。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。